では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。楽天証券経済研究所コモディティアナリストの吉田悟さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さて今日は原油のお話を伺おうかといったところですが、まあ、去年の2月ぐらいから比べると倍以上に上がってきてはいるんですけども、次のポイントってどうなんですか。やっぱり55ドル抜けるかどうかですか。55についてはですね、去年のですね、OPEC 非 OPEC の規模調検査しますといったアナウンス以降ですね、何度かトライはしたものの、上抜けられていないレベルであるということですね。まあ、壁があるというふうな印象もこれを見れば受けますけれども、そういう意味でですね、55を上抜けられるかどうかという部分が注目かというふうに思っています。需給面だとどうなんでしょうか。はい、需給面についてはですね、共に増えてるんですね。はい、なので、これ2003年以降出してますけれども、新興国の需要が増えてますという期待がある中でですね、共に供給も増えてきているということがポイントになっています。はい、これ供給増えてるってことは、なんか中東では減産とかをやってるじゃないですか。はい、この影響よりもやっぱり供給増えてるって見た方がいいですか。そういうことですね。なので、中東以外の要素でですね、供給の方が増えてますということは、貯金で起きているということだと思っています。それが次のページだと、これ、減産実施しても供給気味っていうこの需給バランスですね。そうですね。これはですね、世界全体のですね、供給からその需要を引いたものなん、その差分ですね。棒がですね、下に行けば供給不足、上に行けば供給過剰ということを表していますけれども、2013年はですね、原油価格も 100を超えてましたけれども、この近辺はですね、供給不足だったわけですと。で、2014、15と進んでいくにつれて供給過剰になったと、価格も下がったということですね。で、今後についてはですね、これは米ですね、エネルギー省の見通しなんですけれども、供給過剰気味で今後推移しますと彼らは言っているんですね。で、この背景がシェールなんじゃないかと、シェール、いうふうに今思っているところであります。つまり、アメリカのシェールガス政策いかによって原油、シェールオイルですね、原油価格動向に大きな影響がやっぱり与えられてくる、与えられてくるということですね。そのシェールはどうなんでしょう。こちらはですね、このシェアを示していましてですね、世界の大体 4% ぐらいがシェール、というふうに今、考えていますと。もともとですね、アメリカについては世界ナンバーワンのシェアがあるというふうにこう出ていますのでですね、そのナンバーワンの中の 4% というかですね、つまりこのシェールが増えれば増えた分だけアメリカがどんどん増えていって、どんどんとですね、中東以外の国の、要素が増えて大きくなっていくということを今これは表しているというふうに思っています。世界の 13% ですね。アメリカですね。かろうじてロシアに勝って、意外とロシア頑張ってるんですよ。頑張ってますね。ロシアはですね、資源を持っている国なのでですね、そういう意味ではやっぱり頑張っているということかと思っています。ということは、アメリカってロシアとあんま仲良くないですよね。そうですね。ということはシェールガスが伸びていくことによって、仲の良くないロシアもやっぱりこう伸びていくってことになっちゃいますね。そうですね。ロシアに関してはですね、貿易のですね、その収支からすれば、その資源を売ってですね、外貨を得ますということが活発に行われてますので、原油価格が上がってくればくるほどですね、ロシアも嬉しいということなのか、とも思っています。だからあれですか、トランプさんはプーチンさんと仲良くしようみたいな。そこはですね、可能性かとは思いますが、なくはないかなと思いますですね。仲良くしてですね、その原油価格が上がることによって、共にこう、利益を、得ましょうというふうな思惑はあるのかなというふうには思います。割とその世界の動向のシナリオっていうのは、株の世界から見ているとなかなか見えにくいところあるんですけども、原油ですとか金ですとかそういったものから見ていくと、こことここがこうなってるのはこういう理由なんだっての結構商品のが分かりやすいですよね。そうですね。商品に関してはやっぱこう世界もグローバルなのでですね、それを媒体してですね、ある国ある国がこう、利益をですね、共有するという部分もあるかと思いますので、そういう意味では、コモディティという部分から見ていけばですね、いろいろこう国の関係感が見えてくるということもあるかというふうに思います。だから株やるときにやっぱりコモディティの、飽きないは別にして、値段はやっぱり抑えておくということ必要ですよね。そういうことですよね。価格を 見ればですね、株の方にこう影響する度合いも分かるということかと思いますので、価格を見るのは大事かと思っています。なるほど。さて、そういう中でアメリカのシェールですけども、どんなところで掘っているんでしょうかって見たら、これはテキサスとかその辺ですか。これそうですね、南部ですね、テキサスが中心となっています。で、北部ですね、ノースダコタですね、これバッケンという地区があってですね、これがですね、大統領令によってですね、ダコ
ターアクセスというですね、その北部からその原油をこう、あれパイプラインで持ってくるんでしょ、持ってくるということをですね、今やってますというところですね、はい、っていうのと、あとはですね、真ん中ラインですね、はい、コロラドですね、はい、ワイオミング州近辺という、東部の方ですね、ということで、この合計ですね、はい、主要7地区という部分でですね、そのシェールを主に掘っていますということです。コロラド、ワイオミングなんて風光明媚の場所ですけど、はいはい、この辺って環境問題ってあんまり言われないですか？多分 現地の人は多分言っているんだと思います、その部分とですね、やっぱり石油を掘ってですね、はい、販売して、利益を得ると、その、差し引きの、デメリットもあればメリットもあるという部分ですね、はいはい、その差し引きすればですね、掘って、生産した方が現地の人にとっては、雇用の拡大にも、なってきますし、ということですよね、そういったところですね、はい、なるほど。だから主要では、こういった地区が、はい、大きい、量的にはどうなんですか、はい、地区はこうなってますが、はい、やっぱり南の方が多いんですか？そうですね、はい、パーミアンという地区が一番多いは多くてですね、はい、でこれを合算するとですね、全米で、ほぼ3割くらいというふうなことになってきます、はい、ということはさすがにもともとテキサスなんかで油が出ていた地域っていうのはシェールもやっぱりある、あるということになりますね、はい、はい、ヒューストンとかの行くとそういう業者さんばっかですもんね。ですね、もう石油業者多いですもんね、はい、さてそういう中で、アメリカのシェール地区の原油生産量、これはなんとサウジなんかも抜いちゃう、イラクもイランも抜いちゃうですね、サウジはまだ届かないんですけれどもですね、世界の 4% ですね、 4% 前後ですね、シェアを占めている、イラン、イラクをですね、2012年に上回ったということですね。で直近でですね、そのシェールが復活気味になってますので、それによって、イラクもですね、イランもですね、もう上回ってますということになってますので、今後ですね、そのシェールが増えていけばいくほどですね、イラン、イラクよりもこう、大きなですね、プレゼンスを持ったですね、地区になっていくということだと思っています。で、シェアが今アメリカ上昇中で、そうですね、3割超えているということになりますので、シェールが増えればですね、全米ですね、アメリカ全体のその原油生産量が増えますというふうな部分でですね、そのシェールが及ぼす影響というのはですね、アメリカにも影響は大きいですし、世界で見た場合においても影響は大きいということになっているかと思います。はい、ここまでのお話をまとめていただくと、はい、主要7区、7地区のシェアは、プレゼンスは拡大中。拡大で、はい、世界有数の産油国をしのぐ生産量に成長した。しています。アメリカ全体の原油生産量を左右する大きな存在になってきた。はい、ということだったと思います。結論。はい、結論は、ですね、需給バランスを、左右しうる存在であるということですね。そして、供給過剰をですね、解消しない最たる要因であるというふうに思います。シェールが頑張ってくるとアメリカ一人勝ちの構図っていうのはさらに続くみたいな感じ、いうことだと思います、はい、それによってですね、原油価格がこう、上値をですね、抑えられてあまりこう上に行きづらいという状態が続くんではないかというふうに今見ています。ただそのシェールの開発っていうのは時間的なものどんな感じなんですか？はいはい、これはですね、およそ半年間というふうに見ていてですね、探索ですね、場所を探してですね、生産がですね、始まると、およそ半年間ラグがあるということですね。で、赤枠をしましたけれども、よく稼働リグっていうふうに言われますですね、これが、動いていた、動く後ですね、半年後に、産油ですね、生産が始まるということになってきますので、今動いている稼働リグというのはおよそ半年後の生産に影響を及ぼすという、時間差があるということをここで言いたかったんですね、最近ですね、直近 そのニュースの中でですね、リグが増えたから生産増えてますというふうにも言われてはいるものの、文脈からすればですね、半年後の、に影響生産に影響しますと、つまり今生産が増えているのは半年前のリグの影響を受けてますと、ということをここで言っているんですね。これどうなんでしょう、その原油なんかは、その大昔のね、アメリカ南部なんかの原油発掘なんかは当たり外れあったじゃないですか、今ってこれシェールのリグって当たり外れってあるんですか？これはですね、技術開発がですね、進んでいましてですね、ホールですね、掘っていきます、場所をですね、膨大なそのデータをですね、元に掘る場所を決めるわけですよ。で掘った後もですね、以前は1本掘って1本でこう出ていました、今1本掘ってですね、こう
分けるんですね。あ、枝分かれしてます、はい、という部分でですね、場所を探す効率も上がってますと、1本掘った後に出てくるその量も増えてますということで、はい、多分にも、技術が良、はい、まあ、くなってですね、生産も増えてますというふうになっているのでですね、こういう、まあ、意味からすればですね、まあまあ、もっとこの、以前よりはだいぶこの環境は良くなってきているんじゃないかなというふうには思います。はい、大昔の画像なんか見ていると、はい、こう一生懸命掘っていって、うん、ブワッと黒いのが出てきて、油が出たっていうような画像が、はいはい、今はもう掘れば出てくると。そうですね。はい、高い技術に、まあ裏付けされたによってですね、はい、掘ればもう、まあ、多分にも出るというふうな状況なのかなというふうに思います。はい、さて、そういう中で、はい、今の6ヶ月ぐらいをずらすということをお話しありましたが、そうすると生産量と合致するということですか。はい、そうなんですよ。これはですね、6ヶ月のずらすことによってですね、生産量が減ったタイミングとですね、利益が減っているタイミングがほぼ合致しますということですね。はいはい、で2017年ら辺、これ見ていただければですね、利益がですね、ずらした後の利益がですね、増えているタイミングで、生産も増えてますので、ということはやっぱり関係はあるんだということかというふうに思っています。ですので、これですね、見ていただきます と、リグが増えてですね、で、生産も増えてますけれども、リグはですね、過去11ヶ月間増え続けています。はいはい、で、生産はですね、6ヶ月間増え続けているので、ということはですね、5ヶ月間この差がありますよねと。はい、でその分が今後ですね、アメリカ の、 その生産量が増えていく期間なんではないかというふうに思っています。はい、そうすると6ヶ月ずらした数をこれを元に戻してみる、はい、ということですね。はい、で、まあ、計算すればですね、今後ですね、アメリカ の、 その生産量については、5ヶ月間、6ヶ月間は増えていくんだと。はい、でその増えていったですね、先においては、直近でですね、まあ最高規模のですね、はい、生産量が、2015年、まあ、半ばだったんですが、その水準までですね、今後数ヶ月間以内で、まあ、達するのではないかということですね。はいはい、これは利益を掘削している業者さんたちは、今のプライスで当然利益が出るというふうに読んでやってると、はいはい、ということですね。はい、なので、まあ原油価格が、まあ、50、まあ、近辺ですね、はい、というのもある程度はですね、まあ、採算に合う業者が増えてきているのではないかというふうな、はい、ことかというふうに思っています。今後の展開ってやっぱりここから見ていくと供給量増えますけども、価格ちょっと上がっていく方にかけた方がいいのかなって感じですか。ここはですね、見た方が、まあ、まさに55ですね。はい、ここを超えればもっと上に行くかもしれませんけれども、超えられなければですね、少しこう、まあ、今の水準で推移するということになっています。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。